渡らせ、京鉄道は89から100系軌道車。渡らせ、京鉄道は89から100系機動車。渡らせ京鉄道は十九から百型軌道車は、JR 和潮線を第3セクターに転換して開業した渡らせ、京鉄道が開業にあたって準備した軌道車ある。1989年、平成元年に2両が製造され、2013年、 平成25年まで使用された。本校ではは89から100型と同様の車体、走行装置で座席配置が異なり、1989年、平成元年に3両が製造され、2010年、平成22年まで使用された渡らせ、警告鉄道は89から200系機動車、渡らせ警告鉄道は89から200型機動車、についても合わせて記載る。 1989年、平成元年3月29日に、JR 和潮線を第3セクターに転換して開業した渡らせ、渓谷鉄道が開業に際して投入した機動車で、ある。両運転台、トイレなし、ロングシートのは89から100系2両と、両運転台、トイレなし、セミクロスシートのは89から200系3両が、富士重工業で製造された。 富士重工業製のレールガス LE カー E をベースとし、それぞれの車両に沿線市町村の代表的な山の名前の愛称が付けられ、登場時は各社が異なる色に塗装されていた。同時に観光団体輸送を考慮し、車体を大型化の上、車内を全席転換クロスシートとしたは89から300、計2両も製造されている。は89から100には、 開業間もない1 9 8九年、平成元年五月十四日に落石に、乗り場で大破し、同年七月一日に廃車された。1 9九十年、平成二年七月には二百一、二百二に、トイレが設置されたが、LE、カーシリーズでトイレを設置したのは、この二両のみである。後年は八十九から三百型と同様の、ベニア鏡色一式に変更され、二千八年、 平成20年から2013年、平成25年にかけて廃車された。富士重工業製のレールバス LE カー E をベースとする。LE カーでは、バスの構え体を流用したため車体幅が 2440mm となっていたが、1985年、昭和60年に製造された、たるみ鉄道ハイモ230から300系2車から、幅広の屋根部品を用意して、 車体幅が2 7 0 0ト、mm、ルとなった。正面貫通式車体長は1 5 0 0 0、mm、トル運転席は左隅に設けられ、乗務員扉も片側1カ所に設置された。客用扉は幅9 9 0ト、mm、ルの折り戸が、運転室直後に1カ所と、反対側の車端に1カ所の2カ所に設けられた。扉間には幅1 6 0 0ト、mm、ルの窓6組が設けられ、 内ち三組は、下半分が、引き違い式、上半分が、固定式となった。乗務員扉がない側の客用扉直後に、幅8 2 0ト、mm、ルの固定式窓が設けられた。外部塗装は、下半分がアイボリー、上半分が、車両元に異なる色となり、倉下には13種類の動物、タヌキ、鹿、生地、イノシシ、トンビ、リス、ムササビ、サル、キツネ、イタチ、 うさぎ、亀、熊のシルエット調のイラストが描かれた。は89から100型は、全席ロングシートは89から200型は、車内中央部に4人掛けボックスシート6組を備えた、セミクロスシートである。整理券発行機、運賃箱などのワンマン運転対応の機器も設置された。エンジンは、日産ディーゼル製、P6HT03 ディーゼルエンジン。 電側定格出力 184kW、1、900rpm を一気搭載。動力は、スカー 0.91A 液体変速機を介して、台車に連達される。前くらい、即台車は二軸駆動の同台車 FU34GD、後くらい側は FU34GT で、いずれも空気バネ式である。制動装置は、SME 三管式直通ブレーキが採用され、 機関ブレーキ、排気ブレーキ、リターダブレーキを併用する。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式だが、冬季早朝に暖房の効きが悪かったため、1991年、平成3年11月に床下にウォーターヒーターが設置された。冷房装置は、能力2 5 6キロワット、2 2 0 0 0カロリー。 H の IBC-23 が一気搭載された。1989年、平成元年3月29日に JR 和潮線が第3セクターに転換し、渡らせ、渓谷鉄道が開業するのに合わせ、八89から100系2両、和89から200系3両、八89から300系2両が投入され、渡らせ渓谷線気流駅、 マトウエで運用された。開業にあたっては、JR からの車両譲渡や、JR 車両に禁じした車両の新造も検討されたが、路線の性格を考慮、運転コストの削減、会社のイメージアップを狙って、レールバス型の新造車両を投入することとなった。開業間もない1989年、平成元年5月14日に落石に、乗り上げては89から102が大破し、 同年7月1日に、廃車、大体としては89から310型が1991年、平成3年3月に製造されている。1990年、平成2年7月には201、202に、トイレが設置されたが、富士重工製 LE、カーシリーズでトイレを設置したのは、この2両のみである。後年外部塗装は89から300型と、 同様の暮れない動色一式に変更されている。2008年、平成20年から2010年、平成22年にかけては89から200型が廃車された後、2013年、平成25年にはは89から101が、登場時の塗装に復元された上で廃車となり、大まま駅に生体保存された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。